はい、こんにちは、ブルーホースです。ということで、やっていきましょうか。メーリアストーリーもパート忘れおう。おるしかいいところに来たのである。お主の客が来ているのである。星が来て、星の生まれるところが来たのでし。星の生まれる、なうるしか、でし。でしって。あー、あれか、あれだな、弟子くんだね。うん。あ、つまりあれでね、志村けんですね。星の生まれる大のスター、星の息子なのである、お主を呼んでいるのである、何か大切なようだと思われなる、行かなければならないのである、必ず来てくださいでし、スターさんに報告するでし、確かに、サミ様の図鑑があったはずである。あー、そういえばあれか、ポコピーじゃないといけないところだったんだけどね、はい。まあ、いよいよね、ラストステージじゃないな、ラストの一個手前ステージなのかな、変えないです。はい、ちょっと見て、6じゃない。で、ちょっと裏で、やっちゃいました。しこしことやっちゃいました。しこってきました。はい、裏でしこってきました。なんだっけ、クルリンサーチをつけて、まあ、世界を旅しようみたいな感じでね、まあ、いろいろとやってきたっていうわけなんですよね。はい、おります。あれ、こっちでやってたっけ？違うな。あれ、違う、ごめん、合ってるっけ？おぷくみます。おぷく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 ぽよん。こっちであって、そうだそうだ、思い出した。で、オプクで合ってんだ。で、オプクに乗って、針の上を行こうと思ったら、串焼きにしちゃうところだったっていうね。危ない危ない。ギリギリだ。ギリギリってってって、で、こっち、あれ？こんなところだったっけ？なんか、あれ？こんなんだったっけ？わー、痛い！先制攻撃を受けました。くる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 。違うな、こいつじゃねえわ。間違えた。お前じゃねえな。どうしよう。めんどくせえな。めんどくせえ、めんどくせえ、マークスめんどくせえ、懐かしい。でね、おめえを攻撃したところでね、多分ね、1くらいは食らうのか。1、1。ですよね。はい。おら、かかってこいやー、おら、かっきーん。ナイスで防御2個つけた私は、最強。なんか本当に高い声が入らないから辛いよね。もっと高い声が入ってくんないと困るんだけどな。なんか気づけばもうレベルがアップしまんにゃおわっていうところで。これあれか、靴取ったところだから、どい、よいしょと。んで、やばい、向かっておいで、向かっておいで。やばい、痛い、やばいのは私ですだ。やばい、痛い。まあいいや。じゃあとりあえず、もういらんて、いらんて、今いらんのよ。今いらんの、占いしてきた。そういえば占いしてたの忘れてたわ。108か、微妙だな。攻撃力3アップか、微妙だな。じゃあ、お前は何もしない。何もしないからノーペイ、甘い。お前の甘さはチョコレート 70% ですね。何が？カカオだろ？くる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 。ちーやまちーやま。えい、コイン。73、マジでね、全然声が溜まってないんだよな。まあ、いつかどっかで溶かしたことが原因なのかもしれないけどさ、降りれないんだな、これが。で、チュー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 ってか、普通にこれで行った方が早い、もしかして。チュー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 。あー、痛い！しかも俺攻撃受けんのか、バカ野郎。マジか。どうしようかな。誰？あ、でもこれでまたあれか、あいつになるとめんどくせえな。とりあえずパイプを。パイポパイポのパイポパイポのフーリンガーのフーリンガーでフーリンキンウリンでいっウィンソーあっ痛いうわー、しかもこれかーガン。お前になるとめんどくせえからな。どうしようかな。じゃあとりあえずといーオッケー。どうしよう、思った以上にポコピーが使わないことに気づいた。まあもともと知ってたけどな。だってもうその2台使えないキャラがいるんですよ。ねえ、なんか青いさ、まだウルトラランク、スーパーランクにすらも慣れてない。お前はハートをよこさないのか、ハートじゃねえや。何これ、スターポイントか、スターポイントよこせないんかい。で、くる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 、こっち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 。そうだそうだそうだ、これだ。ぴょい、ぴょい、ぴょい、なんでだよなんでだよ。前回パートでも同じようなことやってた記憶があるんだけど、なんでこれ斜め下に行くんだ、危ない。ちょっと待って、こんなところで、時間を食っていたら、殺人事件が起きてしまうじゃないか。殺人事件が起きるって、正義のヒーロー、正義の、オッケー。
で、固く閉ざされているのを誰かが開けてくれた。あっぶねえ、本当にラマーズ法しすぎたらなんかちょっと呼吸がしんどくなってきて、逆に呼吸がしんどくなってきて、あれやっぱ、辛い時にやらなきゃいけないって話だね。ちょっと待ってね、どこまで行くんで、仲間を一人ランクアップするんです。どうしようかな。じゃ、パレッタ。ありがとう！チュー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 。タラララ。金のゴマだれ。いやー、やっぱムジラも面白いね。ムジラもさ、なんかこう、いろいろとこう、寄り道ができちゃうステージじゃない、ゲームだから、ねえ。だからほんと、オープンワールドになる前から、サブクエがマジで充実してる。だから、お手軽にやろうと思ったら、なんかマリオとかさ、こういうゲームの方がいいのかなと思ったりもするんだけど、マリオカートとかさ、ね、全然クリアできてないけどさ、マリオカートとかもほんと、一発クリアいつできるんだって話なんだけど、で、何すればよかったんだっけ？お前誰？寒い寒い屋に行きますよ。お出かけしてくださいね。あったかくするんだよー。で、こっち。で、あおー、どっかでなんか、だれ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 。よし。よし。あれ？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 ここか？お、ちょちょちょ。あ、なに？あ、あったあったあった。急にコントローラーが動かなくなる瞬間がある。マジでこのプロコン何なんだろうな。マジでね、PS3 とか PS4 のね、コントローラーの方がね、明らかにね、やっぱ感度がいいっすよ。そこら辺やっぱ任天堂さんちょっと見習った方がいいんじゃないですかね。お邪魔しまーす。うわー、俺が何回も落ちているから殺人事件が発生してしまった。この中には何かたくさんとても重い。おりゃー、大丈夫かー。心臓マッサージ AED。 ムニ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 。あ、夫婦の写真が飾ってある。でも同じように見えるのは気のせいだろうか。若い頃は同じなのかも。ピクリとも動かない。よく見ると手に持った。犯人はエベンゴ。あなた、お茶でも出し、あら、嫌ですね。そのとこ風邪ひきますよ。息してないって。てか息も脈もあるだろうか。ただの傷なんだからさ、何してんのって話やね、本当に。もう死んでる。助けて助けて助けて。誰かで主人が死んだ殺しよ。違ったわ、ペンギン殺しよ。奥さん、何事ですか？大月さん、なぜって、ちゃんと話してくれたらわからないですよ。真実はいつも一つ。なんかまた超怪しい奴が来たんだよな。そして私は今、まだ開始10分も経ってないのに、ものすごくおしっこに行きたい。どうしよう、やっぱコーヒーを片手に飲んでるってやばいよね。村長だったんだ。推理小説のようなワンシーンですな。しかし奥さん、一体誰が？ほら、そこにいるヒゲのおっさんよって。いや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 、奥に奥さんが、奥に主人がいるわよって言ってたのに、何をしてる君、奥さんはこう言ってる身に覚えがあるかね。ない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 。いや、もうすでに死んでてます。目撃者って、じゃあ実際にやったとこの目撃してんのかよ、うら。うわぁ、うわぁ、その前から殺しているっていうのね、してないです。絶対無実ですって言って。なんと、それが本当ならこの密室殺人、いや、密室殺ペンギン、もうエッチね、その言い直しは。てか、お前らずっとそれでやってんだからさ、いちいちジンってつけんなよ、ほら。真犯人は、うわっ、君にチャンスやろうじゃないか。はいはいはい、オッケーオッケー、じゃあ、はい。で、真犯人を見つけた時には、奥さんをぶち殺す。これで人生狂わされることになるからね、ほんと。まあ、冤罪があったらマジで良くないよ、ほんとに。なんかめっちゃペンギン増えてる。何何何、そっちが殺されちゃったら、しかも密室、犯人誰かわからない。おー、なんてこった、ゴンベイさんの。犯人は誰なんだ？髭を生やして収めて、ほら、あのハンマー持ってうろうろしているって。うわぁ、怖いね、ミカコ。俺じゃねえかよ。じゃあ俺じゃねえかよ。ハンマーもブンブン振り回してるやつって言ったら。お邪魔しまんにゃわわ。何、ゴンビさん、知ってますよ。この村知らない人は、誰かが桃鉄ワールドを始めましたね。詳しいですし、ここしばらく来てないと開けられ、あ、なんだなんだ？あ、いける。あ、こんなとこ行けるんだ。あれ、てか、ここ行かなきゃいけない。ちょ、待って、待って。ここ行かなきゃいけないかと、もしかして。バッサ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 ッ。いいな、誰か桃鉄ワールドやってるぜ。羨ましい。ん？ん？あ、入った。で、ここに入って、あ、てか、ここに入らなきゃいけなかった、もしかして。違うわ。ただの泥棒だったわ。じゃらー、ピッキョロンいい。あ、ピッキョロン系、そういえば、一個も捕まえてなかったの。捕まえるというか、使ってなかったね。じゃあ、ピッキョロン、はい。ほう。
トロピカルランドだっけ、なんかよくわかんないけど、あそこから連れ出すことができないから。そうなんだよね、今回さ、ま、次回のスーパーマリオ RPG のような出荷、おー、今欲しい、大丈夫、投資しないか、貴様大丈夫か、安心して、そのまま凍らしてやっから。ヨッシーが今回パートナーになってな。あーっと、クリバルクリアス、まだいくつ、星3つです。ブー、多分2つかな。そう、星3つか、星3つにならないってことは多分あんまり美味しくないんだろうな。まあ、クリ、おーおー、これが本当ならドカンとか、お前ぶち殺すぞ。もう、じゃあもう犯人だよね。わー、わー。スケートよねー。スケートもしかして外に怪物がいるってらしいのはスケート、村の中でスケートしましょう。スイー。ドゥン、ドゥン、ドゥン、ドゥ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 、あー、そして村の外にも出れない。これが本当の踏んだり蹴ったり。まあ、違う。踏んだり蹴る。言葉の使い方間違えて、まあ、四面楚歌ってやつですね。ちゃらちゃ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 。で、こんなところなんで倉庫の鍵が沈んでんだ？ね、常にか、凍ってるはずなのにさ。ゴンベー、あ、ん？あれ？何もできないのか、ここ。じゃあ何の部屋なんだろう。あれかな、SSリ野郎のやつかな。なんか、あれだよ。首突っ込みすぎてジェットコースターに乗った挙句、なんか知らない黒い二人組から、あれですわ。変な薬飲まされて、子供がちっちゃくなっちゃう。子供がちっちゃくなったっちゃうわ。おかしいな。あれですわ。体がちっちゃくなっちゃったーってやつ、うへっ。わお、あなた誰です？ What's the secret room? はい、てか、しかも、あなたよく分かる。ふれやー、ハンマー振ります。変なやつでーす。よろしくでーす。What the see? 小説家、ゴンベーでーす。エンベコとも言ってください。じゃあ、エベンコや。村長が殺された主犯人私？何を言うんですか、とんでもさない、そんなことしませんよ。疑る部下、クイッと出すね。わいましょう、村長さん、どこに行きましょう。こっち。キュードン、ドン、ドン。さあ、村長さん、そういえば昔さ、なんかさ、売れ、世にも奇妙な物語だったかな。ほら、小説家の話があって、で、いろんな、こう、騒音がうるさすぎて、で、何も聞こえない密室で、小説を書くみたいな話があったんですけど、最終的にあまりにも音が小さいというか、静かすぎて、うりえ、うりえ。そう、静かすぎて、なんかあれですよ。自分の心臓の音、音すまらも気になってしまって、で、最終的にペンを自分の心臓に突き立てて死ぬっていう、なんとも皮肉のあれがあったっていうね。いや、ん？後ろに連れてきたら、スイスイ、ゴンベイ。手にゴンベイ？ってことは、気づいてなかったー！お前はもう殺ペンギンしてやるよ。大義メッセージですか？村長が最後の人、私は真犯人を伝えるとは言ってないから。うんうん。うん。すーごい短絡的なあれですね。大の仲良し？うんうん。確かに仲良しだ。しかし、それさえも犯人だとか、お芝居だとか、どうかね、図星かね。勘弁してくださいよ、勘弁してくださいよ。ほんま、なんなんこいつら、全くもってさ、こう、なんていうの、感情だけで動くクズぞもってやつだな。あ、ダメダメダメ、そんな。マリオに出てくるキャラクターたちは、爪が甘いっていうだけで、みんな愛嬌のある可愛いキャラたちばっかりなんだ。爪？お化けかよ。お化けは実体がないけどな。お化けは死んでいる人たちのあれだからな。うん、村長。実際どう？みんなさ、お化けに会いたいと思う？僕はね、お化けのことは信じてないけど、いるんだったら会ってみたいよね。だってさ、お化けになれるってことはさ、現世との意識がこう繋がってるかどうかは別にしろさ、死後の世界があるってことでしょ？死んだら終わりじゃん。ねえ、どっかの、死神リュウクが言ってたんですか？死んだ後の世界は、無だとかってさ、ねえ、またペンギン騒がせなって言っても、ほんと、ええ加減見せよ、お前ら！謝っていけっちゅうねん！なんちゅうやつらや。まあそういうことだから、まあね、死の世界があるんだとしたら、お化けに会ってみたいなとかって思うけど。で、いや、すまなかった。申し訳ない。ん？あんたマリオさんですやん。マジでどうしたん？星の生まれる谷に行きたい？ああ、ええで、別に。ご自由にどうぞ。取ってくださいや。で、こいつな、このババアな、このババアよ。このババアね、あなた犯人じゃないと思ってない。おれ、そう言うんだってバカバカしいって警備員。ん？警備員？あれ警備員だったの。話飛ばしすぎて、なんだかんだったか全然分かってなかったよ。
へーけーびんねー。へーけーびんねー。その役にも立てる警備員だ。帰れ。あ、帰ったのか。ほんでもって、ほんでもって、あ、そういえば、ここにさ、どんなもの売ってんだろう。ここでしか買えない何かがあるのかな。あ、あ、キラキラ落としね。あ、キンキの剣、キンキのキンキのキンキのキン、売りに来た。わ、単行部めっちゃあれだな。勇気やこん、まあいいか。よし、行くか。で、星の番人がいるんだよね。星の番人を捕まえてポテトチップスのごとく食べたわ。なんだ、お前この野郎。また靴じゃないんですよ。私が目立ってるやん。おととい来やがれ、昭和風に言ってやるわ、本当に。ということで、こっちに行こうとすると、なんかいるんだっけ？あ、ちょ、ここ降りれん。あ、ここ降りれないんだね。はい。で、こっちに行くと、またなんか変なやつが出てくるのかな？どうなんだろう。出て、こう。変なやつ出てきたわ。やい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 やヘクシー、こっちまうかもしんねえって、こっちまえばいいんだよ。もういつまでもこんなとこ冷めいられるか。さっさとケルスくん、ぬっくるくんのところ帰ってやる。行くぜ、マリオ。あ、グツグツカさんが おすすめです。うん。通信教育でしょ。どうだ、通信も。通信教育って自分で言っちゃってるわ。いいな、魔法で通信教育覚えれるんだ。俺も通信教育で空手でもやろっかな。よいしょと。え、防御力は、2?わかんない。とりあえず物知りましょう。まあ、秋元さん、このとこよく、なんだね、最大 HP50、あ、まだ防御力1なのね。はい。魔法を使うようにとパワーアップしてるよ。いつも通りさせてつけちゃうよ。いつも通り。そうなんだ、もう、所詮その程度の あれなんで扱いなんで、こいつを受けてみろ。あー、超ガーン、甘いね。うわー、いい気分だぜ。この調子で。あ、もうあれですよ、エクスペクトパトローナムとかさ、クルーシオ程度だったら全くもって意味ないですからね。もうどうせやるんだったらさ、もうアバダケタアブラくらいやらないとさ。えい、ゆー。はい、甘い甘い。甘ちゃんですね。甘ちゃんですね。さあどうしようかな、どうしようかな。まあ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 、じわじわ、じわじわ痛ぶってあげましょうよ。ね、2。うい、あれ、こっちって回復するんだっけ、回復しないんだっけ。まあもうどうせあともう2ターンで終わるから、いや、ほい、よしと。ちょちょちょ。なんか、何かが削れてるような、これなんかね。でっていう。でっていう。ほら。あ、じゃあ、あ、これは削れないのか。じゃあ、何かの技なのかな。じゃあ、いいよ。まともに食らってあげる。ぐわー、死んじゃうー。やられちゃうー。助けて、助けてー。はい。凍ってください。ピヨピヨピヨ。ほう、24個か。中途半端だな。どうしよっかな。チャラ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 。そもそも FP を使う機会がないから、ほげー。まずほげーか。アチゲーターとかさ、ウロコダイル、ウロコダイルってなんだ？クロコダイルとかなんかさ、もっと新しいなんか覚えてよね。おう、これどこにあるの？ほい。あった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 。イエイ、チャラチャチャー。ドゥフ。で、デュー。で、ナイ。これっぽっちーも。よいしょー。甘い甘い。チャチャチャ、わーお、いっぱいいるだすー。ちょっと待ってね、ちょっと待ってね、まさか、いきなり？しかも、ごっくんするやついるやん。うーわー、ガンシャじゃなくてごっくんですか？マジか、ポコ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 。くる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 。どうしようかな、とりあえず一匹、とりあえず一匹殺しとこうか。じゃないとね、その後に物知りをしていきましょう。いやー、くるくるくる、あ、しかもめっちゃくれる。よっしゃー、痛いー。あ、ペロンチョ。え、てな、あ、その、あ、なんだ、一旦使うのかと思ったら、そのまま攻撃式があった、このバカタレ。じゃあ、物知りましょう。アイスペキュン。あ、銃、あれあれなんだ、熱いところ、氷の怪物だから氷の攻撃が効かないんで、その代わり火の攻撃よく効くよ、と。じゃあ、ファイヤー余計でもつけるか、そんな技ないけど。あ、そうなんだ、こいつそんな大した体力じゃないんですね。へぇ、大きいの食べる、もしかして。痛い、くそ、くそ、このハゲ、このハゲー、ごっくん。黒っぽくて大きい体。はい、大きい強さ。落ちている石を飲み込んだら吐き出し攻撃をする。石の大きさにダメージがある。大きな石は7、5。石がなくなると大した攻撃ができないから、石を先にこう、あ、石攻撃できるの先に。じゃあさっきの全体攻撃、なんであれなんだ？ってか、なんでさ、こいつの時だけさ、急にさ、石が現れるんだ？どういうことだ？
タラタタ。まあいいや、10にもくれるし、いいでしょう。許して3、許して差し上げ、なんだなんだなんだ。ああ、コインいっぱいですね。てか、なんならお前防御力たくさんくれよ。よいしょー。よしよしよし。まあ、回復するのがめんどくさかったりとかもするから。これ裏なんかない。ないんかーい。で、また来るよね。ほっ。よっしゃー、オッケー。これめちゃめちゃ食らうんじゃね？あちょー。おー、8。よしよしよし。ってこと、あー、違う、バカー。違うって何してんの？そしてお前に、え、なんで、あー、4体いたからさっきは。なんだ、そういうことかよ。うーわ、もうミスったし。あーちょ、あ、なんでやねー。もうむちゃくちゃ、もういろいろむちゃくちゃ、もうクリティカルヒットもできへんし、あなたのハートクリティカルヒット、ああやっちまった、マジか。どうしよっかな、どうしよっかな。じゃーらー、集めるさんですね。発明みたいな、発、おい、わお、引き返すのだ。この先は立ち入り禁止だ。引き返せないと食べちゃうぞ。どうだ、恐ろしいだろう。怖い、引き返す。でももう一歩進む。引き返すのだ。食べちゃうぞ。どこだ、引き返す。これなんかじわ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 一歩ずつ寄れてってない？これなんか最終的に重なりそうだけど、もうめんどくさいから戦おうか。なんだと、言うこと聞かないと。でこいつらの攻撃さ、すごいのがさ、防御力を無視するんだよね。だから、慎重に戦わないと。正体不明のカラス、なんかちょっと恐ろしい夢に見そうだ。最大 HP20、防御力0、攻撃力は分からないけど、見た目からなんてきっとすごい攻撃をするだろうね。うわぁ、すごい攻撃が来るぞ、覚悟しろー。やばいやばい、助けてくれ。ギャーあ、ぐえー。あれ？防御力無視するんじゃなかったっけ？あれ？防御力無視するんじゃなかったっけ？てか、なんだかよくわからない怪物だねって言ってんでさ、最大 HP は20ってわかるところがどういうことって話なんだけど。まあいいや。ごちそうさまでーす。うわー、逃げろー、かわいいお星様。こいつらが HP1 ずつあるっていう感じなのかな。うん。オッケー。さあ、行きましょう。ちゃっちゃ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 。あ、ちょ、登れない。ちゃっちゃ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 。わお！で、いや、マリフさんですな。よくぞ来ていただきました。はじめまして、私はスッチョー。ここ、星丸のターンに星のコンセットたちを踏まえます。パルソナ、お話のたくさんあるんですけど、とりあえず私の家に行きましょう。さあ、お話をゆっくりお話もいただけませんから、ささ、ついてきてください。おっちゃんよりも早く行くで、わし。え、ああ、そんな失礼しました。まさか、まだこんな早く、まくればちちゅうまれたくばちで、あのようなことがよしやってください。無理です。攻撃された恨みは晴らさずでおくべきかです。ということで、まずはおやすみなさい。招待されるのに、真っ先に、もう違う宿に泊まりに行くっていう、もう、無礼千万ですよね。あ、よく眠れました。行ってきまーす。で、セーブ。はい、行きましょうか。じゃ、とりあえず入ろうか。届かない。ジャンプ力カスチン。はい、どうぞお入りください。お邪魔しまーす。どこで寝るのこの家って。はい。星の生まれるたんに、星に生まれて天空に登っていく場所。はい。スターを積まれて、ね、星の子は力とは星の子を空に登れますし、である、ハック、バリオ、ヨーダ、ワーチン！はい。夢の中。夢の中って、まるでゼルダ姫みたいなことじゃないですか。クリスチューすんでん。誰も知りません。寒い寒い村、これをお受け取りください。やった、マフラーだ。チャー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 。伝説のマフラー。でも、こう、ただのマフラーじゃねえのか。で、あと、帽子も手に入れなきゃいけないの、これね。マリオさんが一刻も早くクッパを倒してくださること。いや、倒さないとね、そんな物騒なことしないですよ。もうほんと、ワンパン KO ですよ。そうでした。じゃあ一つ思い出したことが、クリスタ、祠があります。そこの祠に言い伝えがあると。目に見えるものが、いつも真実であるとは限らない。くまなく探るべし。これはクリスタスに生きてるのとても重要なキーワードだ。このこと忘れず役に立ててください。まあ、つまりあれだね。見えるけど、見えないもの。熱い、友情ってやつ？ああ、あなたでしたか。はい、いい子でし、出た。スターの杖を取り戻してくれるって信じてるでし。でし、うるせえな、本当にもう。やっぱり、女の子はいいよな。っていうやつみたいな感じの。うん。はい。わお！いたのかよ！びっくらこいたと、じゃあ、まずはごっくんしましょうか。ごっくん。
そうか、ごっくんしないと。あーでもこれワンタンキルいけたな、ワンちゃんな。7にしたってことは、そうだな、星降る夜使っとく。あー防御力がマックスになるね。カッチカチやドゥン。ってことは、何もしなくても大丈夫なはず。ふい、いった、めちゃめちゃ食らってますやん。何もしなかったのに、このクソ。あおチャ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 あれ？あれ？降りてくるんじゃ、あれ落ちてくるんじゃなかったっけ？あ、あった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 。違うわ、敵よけだわ。あれ？ん？この辺、あ、お前か？ちょちょ、あれ？違うな、ないね。あれ？この辺じゃなかったっけ？この辺をく。さらば。投資よ。投資しちゃったね。どうする？もう、しゃあないよね。もう、死んだ人は帰ってこないんだからさ。え、くまなく探してみよう。あれ、あそこじゃなかったっけ？あれ、違うのか。ん？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 かといって、こいつらじゃないしな。あの帽子をなんかパクりたいんだけど。それともなんか、また小説家さんにお話しするとか、そういうオチなのかな。迷惑かけたんだから、お前らの帽子くらいよこしやがれってやんでいいって話なんだけど、ここにいるって。待って、かき氷食ってんじゃん。頭いかれてんのか、お前ら。は？すげえな。なんだ、村長に話しかけるだけでよかったのか。あ、くまなく探しました。ありがとう。チャールー、素晴らしいバケツ。はい。マリアさん、あ、なになに？はいはい、頑張ります、頑張ります。すげえな、やっぱペンギンって冷たいもの大好きなんだね。お腹ピーピーになるとかそういうのないんだろうな、きっとな。よし、じゃあ、スタール神殿じゃねえや。間違えた。間違えちゃったよ。何神殿だ？クリスター神殿か。クリスター神殿に行くための、扉を切り開いていきたいんだけど、あ、なんか死んでる。よいしょ、ほい、オッケー。じゃあ、行きましょう。かい。ほい。ぷよい。オッケー、チャルチャル、かっこいい、ボケツ、帽子ありがとう。あったかい、あったかいマフラーいいのか？お前溶けちまわねえか？大丈夫か？そして、何が原動力になっておめえらそうやって動いているか？もう、いろいろ突っ込みどころがありすぎてわかんねえな、ほんとに。あったかいマフラーありがとう、やばいだろ。で、帽子でさ、いびつな形にならないように、今の形を保つために、だとかだったら、まあ、許されるかもしんないけど、さすがにあったけえは溶けちまうと、しかもあれ、つなぎ目んところでしょ？ぐら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 、どー、もうそんなごちゃごちゃ言わんとさす、進みなさいやって話ですね。あー、どうしよう。よし、じゃあちょっと短いけど、一旦ここで終了としましょうか。はい。じゃあ、また次回パートで、クリスタ神殿、攻略していきたいと思いますので、ぜひお付き合いください。チャンネル登録ボタン、グッドボタンよろしく。ではまた。チャオ。